皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の坂淳です。さあ YouTube でお料理の時間でがやってまいりました。今日は4月29日ですね。あ、じゃあ22日ですね。4月の22日の月曜日です。もうなんかゴールデンウィークに入った気分になってました。今日は、ホワイトアスパラガスを使ったお料理をご紹介します。ホワイトアスパラガスのカルボナーラ風に仕上げて、これをパスタに見立ててカルボナーラ風に仕上げたいと思います。早速作っていきます。まずね、皮を剥く前にここの額のところに砂が入っていることがあるので、ホワイトアスパラガスはもうこの首の下から皮を剥きますんで、筋張っててね、ちょっと砂が入りそうな部分を掃除しておきましょう。で、皮を剥いていきますが、ジル君がピーラーを持ってこないので待ってます。皮剥きで皮を剥いていくんですね。こうやってまな板で剥くと上手に剥けますって言うんですけど、こうやってうねったやつの場合はこう上から力入れた時に折れたりするので、できれば手で持って一箇所に力点が集中しないようにすると折れませんので、こんな感じですね。剥けました。で、この剥いたアスパラの皮は今パスタの塩加減、パスタを茹でる塩加減のお湯で、分かりやすく言うとアスパラの出汁を取るように、これは捨てる部分なんですけど、ちょっと茹でてアスパラの風味をこのお湯につけましょう。で、それをやってる間にベンディーナを使って、便利なんですね、野菜スライサーを使ってパスタ状に細く、パスタ状に薄くスライスしていきましょう。1ミリぐらいですかね、目安は。で、切らないように気をつけてください。これを茹でるんですが、もうすぐ瞬間で茹だるので、今出汁を取っていた皮を取り外しましょう。カルボナーラのソースですね、作りますよ。まず 120cc の生クリームを用意します。にんにくみじん切り、オイル漬けにしておいたものです。で、にんにく香りが立ってきたら 80cc の生クリームを加えます。で、煮詰めている間に卵1個分、生クリームをさらに 80cc 足します。粉チーズ大さじ1杯、混ぜますね。卵と生クリームとチーズ大さじ1杯ですね。いいですか、このメジャーカップの中は卵1個と生クリーム 80cc に、すみません、生クリーム 60cc、 卵1個、パルメザンチーズの粉が大さじ1杯入ってます。ホワイトアスパラガスを茹でていきましょう。今入れたのはオリーブオイルですね。ホワイトアスパラガスを茹でます。薄いスライス状ですから、
でホワイトアスパラガスがしんなりしましたので煮詰めた生クリームの中に混ぜます。でもうパスタと一緒です。作り方はパスタと一緒。お塩です。この生クリームの中で煮込んでいきます。軽く煮込んだら火を止めて先ほど混ぜておいた卵と生クリームとチーズです。火を止めてから加えます。卵に火が入らないように混ぜ合わせて盛り付けです。黒胡椒、パルメザンチーズ、粉でもいいですよ。これは削って香りを高めるために今削っています。でエキストラバージンオリーブオイル、ホワイトアスパラガスのカルボナーラ風完成です。はい、では早速試食タイムです。はい、カピバラのもぐもぐタイムです。お待ちかね早速いただきます。どうぞ。はい、はい、じゃあ早速いただきます。はい、いい火の通り方です。え、ひょっとして苦手食材ですか？あのちょっと話してから言おうかと思ったんですけど、あのジルの苦手食材そのパート3ぐらいかな。アスパラガスはそんな得意じゃないです。もったいな。いやでも食べれる。食べれるっていうのは失礼な。いやすいません結構苦手。高級食材なのに。ホワイトアスパラガスが苦手。いや緑のアスパラガスが青い感じがちょっと。これ全然違うでしょ。なんかなんか今食べた瞬間全然違う。ちょっとドキドキしながら食べたんですけど全然違って。で僕最初カルボナーラって言われたんで、こうなんかよく使うベーコンとかパンチェッタのこのすごこうドカンとくる旨味を想像してたんですけど、でちょっとなんかホワイトアスパラガスが物足りないのかなってなんか自分の中で勝手に思いながら食べたんですけど、なんか全然ソースの方にこうホワイトアスパラガスの香りと旨味がこう映ってて、なんか全然そのベーコンとパンチェッタに負けてないなって。負けるでしょ本当。負けてないですね。うん、これアスパラガスが好きな人が食べたらどういうこと。それ嫌いな人は食べれんってこと。いや逆にホワイトアスパラガス嫌いな人ってあんまりおらんけど、なかなかいないと思います。僕以外で聞いたことないです。これでもあの緑のアスパラガスでもできますからね。できるだけ太いものか逆にめっちゃ細いやつが出ますよね、マナスにね。そのめっちゃ細いやつ使って同じようにやってもらえたら。これあとジル君はここに追い飯しますからね、このソースに。はい、追い飯しますから。はい、これはゴールデンウィークの。ゴールデンウィークはゴールデンウィーク、いやいやゴールデンウィークまだ今日4月22日です。ゴールデンウィークにはこのメニューはあります。あります。ホワイトアスパ、トリュフもかけちゃいます。ありがとうございます。はい、トリュフをかけてなお追い飯。そうですね、間違いないですね。グルテンフリーですね。パスタ使ってませんから。間違いないですね。はい、ではん？いや4月28日の日曜日から5月6日の月曜日まで、サロンイナシベで夕方の16時から夜の12時まで
シャンパンバー稲守部ただおも来て寿司シャンパンバーになりますんで、私の父も来ますんで寿司も食べれる、お寿司も食べれる、はい、その期間中に一回撮影して父も出しましょうかね。あね、この真ん中に桜井さんがいつその期間中にどう撮影するんだって顔してますけど確かにそうだな。どう寿司の部分だけ取りに来てもらったりね、あ松田さんにね、でそれで一本収録が済むと。寿司コーナー設けましょう。じゃあ忠男の寿司コーナーも5月の放送にありますんで、はい、ぜひ。では、番組登録、いいねお願いします。これはジルとアランがしてますから。いやいや、僕ちゃんとこれでしてます。やめてください。見てないでしょ。いや見てます。あ、自分のとこだけ見てるでしょ。自分のとこだけちゃんとチェックします。どんな感じなのかなっていうのをチェックします。では、また来週4月の29日ですね。ゴールデンウィークも入ってますね。入ってますね。やってますね、その時。あ、そうか。やってますね。やってますね。来週の予定はオムレツ。来週4月29日。オムレツやりますね。来たか、これ。では、来週もお楽しみに見てください。セボンです。